こんにちは、ゆかです。今回の発表の中で個人的にめちゃくちゃ気になるある機能がありました一応 Mac の MacOS Ventura のアップデートの一つとして紹介されていたんですけど Mac と iPhone を連動して Web カメラとして iPhone を使うという機能ですカメラ連携という機能なんですけどコンティニュエティという種類の 機能の一部で、ユニバーサルコントロールとかユニバーサルクリップボードみたいに同じ AppleID を使っているデバイス同士でコピペができたりとかあの画面を共有したりとかそういったデバイス間の連携の機能の一部としてこの連携カメラというのが紹介されていたんですけど、まあ、とにかくねいいろいろ気になる点がありますまずですね最初に気になったのは iPhone が Mac の近くにあるだけで 連携が始まるとということだったんですけどそれやっちゃうと私いつも Mac 使いながら iPhone ずっとそばにあるからなんかずっとつながっちゃったら困るなとか思ったんですけど実は Mac を使ってる間に iPhone を机ににに向かっってて垂直にすするることによって始まるそうですなので例えば机に置いてある状態とかそういった場合は連携が始まりまりせん垂直になった場合に「iPhone つなげますか?」みたいな感じでつなげて連携が始まります。 で連携が始まってからは何かこの iPhone の方でアンロックしたりとか何かこう設定をいじったりとかする必要はなくて、まあ、とにかくウェブカメラとして使うので自分の方にカメラが向いてるから、まあ、この画面を操作すごくしにくいので、まあ、こうやって置いて勝手につながってくれるっていうのはまあと紹介されていたベルキンと共同開発して作った Mac に iPhone を取り付けるなんかクリップみたいなやつが。 ちょっとなんかすごいデザインだなっていう感じなんですけど iPhone13 Pro Max とかめっちゃ重いからこれを MacBook の蓋のところにつけたらなんかぐらぐらしないのかなっていうのはちょっと気になりましただけど、まあ、垂直にすれば連携するので別にこの MacBook とかの蓋にくっつける必要があるわけではないので、まあ、例えばこういうあの三脚みたいなのがあればこれにポンってやって垂直になっていればいいのでこんな感じでワイヤレスで。 あの使うこともできるのでまあなんか別のアングルのカメラとして使うとかそういうこともちょっとできそうだなと思いますワイヤレスででででげげるるるこことととももききし有線 mac ますあとは iPhone をつなげると iPhone のカメラを使っている時はセンターフレームが使えるようになったりとか新しいポートレートモードで背景をねぼかして使えたりとか。 スタジオ照明で背景をちょっと暗くして自分だけちょっとライトアップした感じですごくいい感じの照明にしてくれるっていう機能もあるのでフェイスタイムカメラ最近 1080p になり始めてますけどあのちょっと前のモデルの MacBook も iMac もそうですけどなんか720のカメラとかなのでちょっと画質悪いじゃないですか。 だしセンターフレームも使えないし、なのでそういう Mac を使っている人は iPhone と連携することによって、Mac ごと買い替えたりとか、外部カメラをわざわざ買ってきたりしなくても、お持ちの iPhone でいい画質でウェブ会議ができるという感じですね。そしてそしてまあ一番気になるところはですね、デスクビューっていうものがあります。これはですね、めちゃめちゃ不思議なんですよ。超広角カメラのある iPhone と Mac をつなげると、 超広角カメラを使ってなぜかこのマフカンというか手元のアングルからの映像を作り出してくれるということなんですよでも iPhone 自体は目の前にあるからなんでこの角度のカメラなのにこの角度からの <laughs> 映像が撮れるのかちょっと意味わかんないんですよまあ、超広角カメラでこうやって撮るとすごい広く広角で撮れるので 手元も一応取れるっちゃ取れるんですけど、ものすごく歪むじゃないですか。だからその歪んでいるものをギュッと補正してやってるんだろうなと思ったんですよね。だから私ちょっと試してみました。フォトショップでこの本当に想定されている Mac と iPhone ってこう置いて、それで撮影した写真を補正しまくったらあのアングルになるかっていうのをちょっとやってみたんですけど。 ななななららいいです、ね、<laughs> なないですすよよ普通考考ええててどうもんだからでもう本当に分かんないこれこそなんかもう魔法じゃんっていう感じなんですけど、うん、どういういことなんですかね <laughs> 非常に気に気っておりま,すまだ実機で自分の iPhone と自分の Mac をつなげて使うことができないのでそういうテストができないんですけどテストできるようになったらどういうことなのかちょっと探っていきたいと思いますが私の。 今できる検証の範囲では全然意味が分かりませんでした。ということでものすすごく楽しみです私がこのマフカンを撮影する時って家のスタジオセットアップだと C スタンドっていうなんかすごい長い三脚一脚みたいなやつをこう2つ用意してそこの上にレールを渡してそこにカメラをマウントして俯瞰のアングルを作ってでそこからそのカメラから HDMI ケーブルを出して a t m Mini につないでみたいなもうすごい大掛かりでかなりコストがかかっているセットアップなんですよまあ、それをこの連携カメラによって完全に互換できるとは思っていないんですけどちょっと簡単なものだったらこれでいけちゃうじゃんぐらいの画質だったらすごいなと思っています今のところデモとかキーノートで見た感じだとすごい画質綺麗そうなので、えー もしかしてこれで YouTube やったりとかこの連携カメラで YouTube ライブやったりとかっていうこともできると思うのでそれがね試してみるのすごく楽しみですということで連携カメラ非常に気になります秋に試してみるのがとても楽しみですということでこの動画は以上ですもしこの動画面白いと思っていただけたらいいね評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ